さあ11月最後ということでございまして、残すところライブも、12月23日の東京下北沢440での、松本聖也が歌ってみたというカバーライブね、5回目ありますが、それでも今年のライブも終わりということで、なんやかんやね、今年も結構ライブしたなっていう、思いがあるんですが、まあ来年もね、いろんなところに、行ってライブできればいいなと思っております。そして、先日ね、ちょっと面白いライブがあったりとか、お便りもたくさん来ておりますので、そちらを読みながら今日もやっていきたいなと思います。それではスタートです。松本聖也の今夜はローファイ。改めましてどうも、松本聖也です。松本聖也の今夜はローファイということで、毎週1回ゆるーくゆるーくお届けしていこうということでございまして、まあね、基本これ3回目になるんですが、ゆるさを分かってもらってるんじゃないかなと、思いますんで、ゆったりやっていきましょう。早速まずはメッセージ、お便りでございますね。こちらご紹介いたしましょう。これはルイさんですね。ありがとうございます。ウルズシーさん、ウルトラ寿司ファイヤーですね。ウルトラ寿司ファイヤーさんとのライブめっちゃ楽しかったと。ムロ君のパートももちろん最高でした。ギターの弾き語り、ナメちゃんとのオレンジ、ウルトラ寿司ファイヤーさんとのコラボなんかとっても贅沢ですよねと。近くにいたスメシさんが、スメシさんというのはね、ウルトラ寿司ファイヤーバンドの、ファンネームみたいですね、がだんだんリズムを取ったり体を揺らしたりノリノリになっていく様子を見て、でしょでしょって嬉しくなりましたと。いや嬉しいですね。まあこのライブはですね、ウルトラ寿司ファイヤーというバンドとのツーマンライブを先日やらせていただきまして、まあ普段もともとね、いろんなこうつながりがあって、ちょこちょここう仲良くさせてもらってたんですが、ライブ一緒にするっていうのは初めてでございまして、まあ普段のツーマンライブとはちょっと違うライブになりまして、まあ僕のパートも、ウルトラ寿司ファイヤーの鍵盤のナメちゃんが出てきて、ナメちゃんとオレンジをやったりとか、あとはその後バンド全員出てくれて、僕の曲をやってもらったりとか、やりましたし、オープニングはそもそもウルトラ寿司ファイヤーの曲で一緒にね、全てはエンターテインメントという曲をやったりとか、なんか踊ったりとかラップやったりとか、最後アカペラやったりとか、まあもうね、普段のライブでは絶対できないようなことをね、やらせていただきました。非常にね、楽しかったですね。まあ普通のね、ツーマンライブももちろんその、なんていうのかな、一つやって一つやってっていう、こう区切ってやるのももちろんこう面白いんですが、こういうね、ごちゃ混ぜになってやるっていうのはね、こういうツーマンならではツーマンライブならではのね、やり方かなと思いますんで、非常に楽しかったですし、やっぱウルトラ寿司ファイヤーはもともと僕大好きで、でまあこれライブでも言ったんですが、非常に音楽的で、演奏もうまいし、歌もいいし、曲もいいし、でもちょっとこうね、あえてこう一つ外していくんですよね。でそれがみんなを笑顔にする、ハッピーにする、あるいは笑える、なんかそういうこうエンターテインメントをやってるバンドっていうのはなかなかいないですし、それをこうなんていうのかな、本当にそれをいいと思って、やるのってめちゃくちゃ大事なんですよね。でそれはもう聴いてる側にも伝わるしね、多分寿司のライブを初めて見た方も非常に楽しんだんじゃないかなと思いますし、僕も非常に楽しかったんで、まあなんかね、今回限りとは言わずまたやりたいなという、思いでございます。皆さんね、見に来てくれた方ありがとうございます。またなんかね、こういう機会があればいいなと思っております。まあ寿司の曲をね、聞いたことない人もまたね、ぜひね、サブスク YouTube にもあります。 YouTube もね、面白いんですよね。なんかその狙い方がね、非常にいいんですよね。ぜひこちらもチェックしてください。ルイさんありがとうございます。さあということで、まあ最近の、なんていうのかな、近況で言うと、やっぱその寿司のライブがでかかったかな、先週ありましたんでね、ですので、まあこういう年末にかけて面白いライブがあったっていうのは非常に僕にとって嬉しい限りでございます。さあ、どんどんお便り読んでいきましょう。こちらはアンジさんでございます。こんにちは、
5年前北海道のラジオ局エアジーのライブイベントで北広島にいらっしゃった際、リハ終わりに突撃してアルバムにサインをしていただきました。今でも大切にしています。僕は今年21歳になり社会人1年目です。スーパーのお惣菜に毎日お世話になっていますが、室さんはついつい買ってしまうお惣菜とかありますか？ちなみに僕は、鶏胸肉のバジルチキンをよく買って食べてます。北海道から応援してます。バジルチキンを食べながら。嬉しい。彼は21歳なんでしょ今。でも5年前っていうことは16歳高校生とかやったっていうことかな。その時に見に来てくれて、いや嬉しいですね。そういうのは、あの社会人1年目か、大変やな、もう大変やなとか言いながら、僕はそのいわゆる社会人を全く経験してないから、すごい適当なこと言ったみたいになりましたけど、いやでも大変でしょう。やっぱ最初はね、思ってたものと全然違うし、自分が描いてたものとね。かといってなんかこうそれにただただ慣れていくっていうのも、いなんていうかな、あんまりこういいことでもないし、なんか難しいですよね。でもいいですね、こうやって、応援してくれるのは。お惣菜、あんまりねお惣菜っていうのは買わないんですが、もしどうしても買うってなると、やっぱ家でこう作りづらいものね。でもやっぱ揚げ物とかも家でやるのなかなか大変ですけど、やっぱお惣菜でやると、ちょっとね、なんていうかな、どうしたって時間が経っちゃってるから、揚げたて感もなくなるし、お惣菜。まあでも鶏胸肉のバジルチキンね、それはどういう状態のものなんやろ。チキンがね僕は好きなんですけど、でもそれも家で焼くからな。まあし、まあでもそうですね、やっぱ家でやるのがめんどくさいもの、あるいはちょっとなんか和食っぽいもの、日本っぽいものみたいな、そういうのあんまりその作れないんで、なんかそういうこう和え物みたいなやつかな、買うとしたら。自分で作らないものをねやることが多いかもしれないですね。皆さん結構買うのかな、お惣菜。まあでもやっぱ社会人1年目で、仕事も大変やし、家帰ってそんな自炊するパワーもないし、そこでこうね助かりますよね。すごいし最近のやつお惣菜って、なんか昔あんまりそういうイメージなかったけど、最近のお惣菜ほんとすごいですね。コンビニでもねいろいろ売ってますからね、ぜひバランスよく健康に留意して、ほんまね、あんまこう頑張りすぎてね倒れちゃったら何の意味もないんでね、まあバジルチキンはいいでしょう。チキンはいいと思いますんで、チキン食べながら、また北海道行った時はね、ぜひライブ遊びに来てください。じゃあ次こちら行きましょう。こちらはナモちゃんさんですね。せやくん、私は周りの人から実際の年齢よりも 3,4 歳下に見られることが多く、お酒を買うときや飲み屋さんに行ったときも年齢確認をされます。仕事場のアルバイトの子たちにも学生と間違えられます。それは喜んでいいものなのか、でもやっぱり大人っぽく見られたい気持ちがあります。せやくんなら何に気をつけますか？まあ、ご存知の通り、私はですね、年齢より上に見られることが多いんですね。それはもう本当に自分が小学校の時から、だって僕小学校の修学旅行の旅行先で引率の先生に間違えられましたからね。顔変わってないんですよね、小5から、小学校5年から顔変わってないんですよ。はい、だからまあその経験がないので。でもいますよね、本当に年齢確認何回もされる人ね。まあ僕も上京した時、最初コンビニでアルバイトしてましたから、やっぱそこはしっかりやらないといけないんで、もうするしかないんですよね、年齢確認を。それはもうむずいよね。でもなんかだって、僕はそれは下に見られる方がいいなって思うけど、毎日毎日下に見られる人からしたら、それはすごく嫌なことになるのかな。それは難しいよね。でも上に言うよりはいいのかなと思ってしまうけど、これね、特に今の時代むずいね。どうしたらいいんやろね。まあでも大人っぽく見られたいのか、それでどうしたら、だからどういうところでこう3,4 歳下に見られるかってことですね。僕の場合はだから顔がもう年齢、年よりも上に見られてたから、昔から。だから
どうしようもないんですよね。だからそれで顔で見られてんのか、着る服がちょっとあの年齢よりもちょっと下っぽい服を着てたりするとそう見られるっていうこともあるかもしれんし、でもそれは自分で好きで着てるわけやからね、それを変えるっていうのはおかしな話だし、まあいいんじゃないいいんじゃないっていうか、もうね毎回、まあ、言うの大変やけど、仲いい人はもう分かってくれてるしね。でまあもうその時はあの何歳ですっていう、でも 3,4 歳下に見られるっていうことで年齢確認されるってことはそもそも若い人なんでしょうね。もうまあまあでも僕はね、あのやっと年に追いついてきたというか、顔がね小5から変わってないんで、でだからいつかこれが40、50になっていった時に周りの人よりも若く見られるんじゃないかなと僕は期待をしてるんですよね。まあだからそうね、なんかこう確認されてもいいや、もうそれはもう仕事やしあっちもだからもうその時にはいはい、あ違いますよって言って、それがなんかまた年取っていったらいい風に変わっていくことを願って、かそっちに向けてねやっていくのがいいんじゃないかな。今なんか無理にこう大人っぽくしようとか思う方がやっぱしんどいと思うしね。うん、こんなんでいかがでしょうか。ルイさんでございました。ありがとうございます。どんどん行きましょうか。こちらは、ハレハレさんですね。今日めちゃくしゃっくり出る、なんなんって聞きました。すごいね、この一文を送るためにいろいろこうメールフォームから売ってくれてるわけでしょ。言いたかったやろな、しゃっくりね。僕もまああんまり普段出ないですけど、なんか急に笑ったりとか、あるいはまあお酒飲んでる時とかたまに出る時あるんですけど、まあ、最初はあしゃっくり出てるわっていう感じなんですけど、あまりにも止まらないとめちゃくちゃ不安になってくるんですよね。大丈夫かな、俺このままなんかどうにかなってまうんじゃないかなみたいな心配になるんですよね。なんか地方によっていろいろこう止め方みたいな、俺なんか昔、行き止めてナスビと言うみたいなあったな、ちっちゃい時に。なんか大阪はねナスって言われるんですよ。ナスビーまで言うんです。あのビーってなんなんどっから来た B なの、あれナス B って何なんですかね。 B って何なのやろな。あとはなんかあのコップに水を入れてそれを普通の飲み口の奥の反対側の飲み口からこう飲むっていうね、あれこれは結構してる人おるのかな。あれ非常に滑稽な姿ですよね、あれ飲むときね。まあでもあのいろんな止め方あるの。あとは急に驚かしてもらうとかね。でもちょっとしゃっくり出たからどっかのタイミングで驚かしてってもし近くにおる人に言ったとして、その間もう自分が頼んだから絶対に驚かされるから、すごい変な緊張感が自分の中に走って、うまく驚くことができないっていうのもありますからね。ハレハレさん止まりましたか。いろいろ試してみてください。地方によってあるんで、なんか私たちの町のしゃっくりの止め方はこれですみたいなあったら教えてください。しゃっくりラジオやりましょうね。ハレハレさんありがとうございました。さあどんどん行きましょうか。こちらみーちゃんさんですね。ムロ君こんばんは。私は今まで3回ほど京都へライブ行ってるのですが、そのうち1回はムロ君、ありがとうございます。特に酔いやすいわけではないのに、大阪から京都までの特急で必ず気分が悪くなります。地元から大阪までは大丈夫です。3回中3回の100発100です。会わない土地ってあるからやめた方がいいよと霊感強めの友達に言われ、怖くてそれ以上詳しいことが聞けず言わないでほしかったという気持ちがあり、怖がりな私はライブで京都に行くという選択肢を奪われた気がして残念でなりませんと。なるほどね。これね、僕ね、なんかね、まあそのあんまりそのスピリチュアルなことは僕は全くわからないんですけど、途中でトンネルとか通った時に、すごい長いトンネル通った時とかに、結構気圧とかでグッとこう飛行機乗った時みたいに耳がスパンってなったり、あと気圧が急に変わってちょっとなんかドヨーンとしたりすることってあるんですよね。だからその僕はちょっと大阪から京都の間にどういう線が走ってるのか、まあ、トンネルはないか、
なでもなんかねそういうのって結構あるみたいですよね、その動いてる時のあのどこ通るかみたいなのがねあるんで、もしかしたらそういうことかもしれないんでね、まあなんかまあ合う合わない土地っていうのがそういうのが僕はちょっと分かんないですけど、まあやっぱそれはやっぱ本当にね自分がどう思うかなんでね、うん、まああの絶対まあ改善策を探しつつも体調悪くなったら意味ないんでね、それはちょっと気をつけつつ、なんか僕が今言ったのことももしかしたらあるかもしれないっていうのをねちょっとね、お伝えさせていただきました。みーちゃんさんありがとうございます。どんどん行きましょうか。こちらはですね、あやさんですね。追っかけているバンドいますかと。私は以前追っかけていたバンド解散してボーカルさん北海道移動してライブ行ってときめいていました。もう一回思うかな。私は以前追っかけてたバンド解散して追っかけていたバンドが解散されてそのボーカルさんが北海道に拠点を移したってことなのかな。でそのライブに行ってときめいてたということかな。高校時代から聞いてパワー充電していて、すごいなんか詩的な表現をされますね。変わらない歌声安心しています。松本さんライブ名古屋あるなら行きたいです。ありがとうございます。名古屋の方ですね。ありがとうございます。追っかけてるバンド、まあ、追っかけてるというか、まあ、僕の元々のルーツはやっぱサザンオールスターズなんで、そういう意味ではバンドサザンをずっと追っかけてるかな。もちろん新曲出たらすぐ聴くし、うん、それはあるかな。まあ、最近は、まあ、もうずっと言ってますけど、まあ、追っかけてるというか、仲いい友達ですけど、メロユースっていうバンドはね、ほんとずっとすごい良くて、この前ワンマン見に行かせてもらって、非常にいいんですよね。曲も歌もね、めちゃくちゃいいから、まあ気になった方ぜひ聴いていただきたいなと思いますね。名古屋、ぜひぜひ、ライブ行きますんでね、その時遊びに来てください。ありがとうございます。さあ次はこちらでございます。大阪のクータンさんですね。ありがとうございます。ムロ君、ちょっと聞いて。いいですね見出し。先日〇〇ボクシングジムと書いた紙袋を持って買い物に行った時のこと。もうすでにツッコミどころがあるけどな。その時のことおばさまが、ボクシングジムかっこいいと話しかけてきました。突然のことで何かわからず会釈だけしてやり過ごしましたが、もしかして私がボクシングジム通ってると思われた。紙袋には写楽の、浮世絵がプリントされてました。そっちどっちと、どっちにしろすぐ口に出してしまう大阪人と。ムロ君も知らない人から突然話しかけられたことありますかと。大阪の人って喋ってくるよねめっちゃ。全然知らん人もすごいよね。僕大阪住んでたけどそんな人に急に喋りかけることなかったな。でもこの場合は多分そのボクシングジムって多分デカデカと多分書いてたんでしょ、見えるぐらいだから。だから多分通ってると思われたんでしょ。ボクシングジム通ってるのかっこいいねっていうことだと思うけど、まあ大阪時代はね突然話しかけられたことありますよ。もうほんまにね、おばあちゃん、特におじいちゃんおばあちゃん系はね結構もうバンバン喋りかけてくるかな。おもむろにね、ほんまに大阪のおばあちゃんって飴持ってるんですよ、なんでか知らんけど。でおもむろにポケットからこう飴、カバンから飴出してくれたりとかね。もう一回昔なんか学校、中学校やったっけな、高校やったっけな、通学中に出会った草むらから出てきたおばあちゃんがポケモンみたいに、今から学校かって、いや知らんおばあちゃんですよ、今から学校かって言ってびっくりして僕も、まあそうやからはいって言って、ほんでおもむろにポケットが黄金刀っていうね、あれは関西以外もあるのかな、飴があるんですよ。なんかなんか円錐系の飴があって、その黄金刀をねポケットからおもむろに出してくれたんですけど、その黄金刀がなんか袋に入ってるわけでもなく、生黄金刀がねポケットから出てきまして、それをくれましたね。さすがにちょっと食べれなかったです。なんかわからんけど、別にそのおばあちゃんが悪いとかじゃなくて、いやもう悪いな、そのポケットが出したらあかんて生で。そういうのありますかね。大阪はやっぱね基本的に来るんですよね。100円貸してとかいうおじいちゃんとかいましたね。急にすごい心を持ってますよね。
いいですね。こんな感じで毎回やっていってますんで、お便りたくさんお待ちしております。また来週お会いしましょう。さようなら。